さとみさん、小ばかりってわかる？スクラップ屋さんのはかり、大きいものは大寒ではかんだけどさ、非鉄とかちっこいやつは1キログラム単位のはかりではかんだけど、これ多分俺の推測なんだけど、0.9 キロでもゼロ、小数点キリストなんて言えばいいの俺、それは四捨五入、小数点キリスト 0.9、 例えば 1.9 キロあっても1キロって換算されると思うんだ多分。そうなの、四捨五入じゃなくて。四捨五入ではないと思うんだけどな。だからさ、例えば洞窟がさ測るじゃん、18キロってなったらおる、けど 18.9 キロの可能性もあんの、それは 0.9 分のやつ持ってきたの。だから18キロだから、これ一つ取っても18キロなの、でこれ二つ目取っても18キロなの、でもう一つ取ったら17になっちゃう、ってことはもう一個戻すと、これで18、大体概算で 18.1 か2ぐらいだと思うんだ、キリストの方を減らしたんだね。そうそうそう、だからこれも方巾も、18.9 キロあるとするじゃん、でこれ取っても18キロなんだよ、だけど他のちっちゃいの取ったら17キロになっちゃうの、だから戻すと18で、相当せこいわぜこれ相当嫌がられてるよ、変な顔されてるもん、いつも何やってんだこいつって。ギリギリを狙ってんの。これだけ飛んのにすごい労力使ってるからね、このたったほんの一握りの銅とか真鍮とか方巾、一個ずつよし動かないなって感じ。そう、一個ずつ少しずつ、最初は大きい目柄、動くようならちっちゃい目柄、これあってと思うんだけど、もし助言あればアドバイスとかあればお願いします。